けるぞ。あ、いいだいいだいいだ。あぶね。やばいやばい。つながきよこってる。2チャンネルかなんかで自分の用語込み書いてたやつってあいつな。かわいすぎる。マジで。チョコさんどれ？悪い。以上あった。いやー、いやおもろかった。ありがとうございました。ありがとうございました。いやー、楽しかった。マジか、かなり面白い。あの、なんか全員浅いから楽しいな、マジで。うん、それはある。ね。汗し以外ね。いや、俺も全然やってないのよ。ほんまに。これにしときますか。はい、ありがとうございました。失礼します。お疲れ様です。クリップでも見るか。なんか多分結構できたんじゃない。クリップいいね。おープッサン飛び方知らなかてずっと落ちてたわ。最近ちゃんがアクセルなんだっけ。アクセルが A だよね。アクセル A。 え L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  あ、アクセル L じゃないよね。アクセル L。 B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  アクセル B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  アクセル B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  わっつ、わらわら、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 わらわら、やってることエグい、わらわら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 、やばすぎ、わらわら。これな全然ある全然もう後ろ見る余裕だったきたきたあ、掃除帰れたよ掃除火を食べたねこれいいねゲームを感じるってこれあ、ごめん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 おいおいおいおこうこれ大パンのシーン映ってなかった。あれは聞こえにくいけど多分マジで大パンしてたからマジ大パンしてたからってそしてこの顔である勇気の大パン一気に傾いてたから落ちた瞬間に多分合ってるよなこれこれいいねゲームを感じるってこれあー大パンしてそうこれあーこれ大パンしてそうやなゲームを感じるってこれ線が抜けたら剣っぽいけどそうなんだろう。ね、うん、わら、フグさんが隣からすごい音聞こえたって、ドンの意見感じる。ドンの意見感じるな、俺な。いや、けど俺もコース落ちたと思ったな、俺は。フグちゃんがびっくりしてた、わら。あ、そうやったんや。本配信で。あ、ここか、ここか。えぐいって。え、なにこれ？え、落ちてる？え、ちょっと待って、どこ行こうか？え、なにこれ？なにこれ？え、なにこれ？おおおお。なんか、パンパンって聞こえたけど、手叩いてる音やな。あ、ドンって音は聞こえへんかったな。誰？なんか、そう。めっちゃ笑ってる。あ、ごめんなさい。すいません。あのですね、主催者自ら大パンによりですね。スイッチが本体から外れました。これやば。まだかぶれ。そういうことなんだ今の。あ、マジやったや。大パンしてですね。本心の大パンが出て。本心の大パンによりですね。あ、なんか言ってる、なんか言ってる、なんか言ってる。自ら大パンにより。後ろになんか言ってるつながりが。スイッチが本体から外れました。まだかぶれ。そういうことなんだ今の。別に穴に落ちても月面が見えないので別にさほどわからないですけど。なんか何言ってるかまだわからないけどなんかピーピー言ってる。大パンしてですね。本心の大パンが出て。本心の大パンによりですね。いや、でき忘れたのではないかという。たぶん今、本体が。なんか、スイッチがどのコールじゃないよって。なんか分からんけど、ギリなんか言い訳してる。うん。なんか分からんけど、多分言い訳してるの分かる。スイッチないないじゃないのって。
ほらスイッチ何々じゃないよって言ってるわ。スイッチが外れたせいじゃないって言ってる。あ、スイッチが外れたせいじゃないよって言ってるか。ああ、そうだね。可愛いな。言い訳してる後ろで。スイッチが外れたせいじゃないよって言い訳してるか。言い訳角書き、記録のチョコ先、記憶の角書き、今日は角書きをします。ちゃんと切って。あ、またなこれ。それ音もさ、いい感じ。やばい。ああ。爪書き。来た。あれ加瀬さんか。やばい。ああ。ここ絶対落ちるやんこれ。ですけど。これはこれ。流星のようにわらわらエギング VDK エギングあーエギング VDK なんかポドカなんでこれやったらいいのよ。待って、やばい、やばい、どれやっとちゃダメだ。これやっとちゃダメだ。これやっとちゃダメだ。いけるいけるいける。勢いや。なんでこれこんなおもろいやつだ。わら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 食え死ぬわらわらかわいいわらわら完璧や完璧や一回目はやってないんだな。完璧や。釣りボドカ。わらわら。引いてる引いてる。釣りボドカ。アイドル付けた奴までかに。わざわざ姿勢正してる。え、またそうなの。え、ここいけんのこれ。どげえ。それいけねえ。いや、お前。いけねえやろ。そんなかお前。いけねえ、この野郎。いけなかった。いけないのかよ。いけねえ。じゃあ、いいかよ、これ。おら。え、またそうなの。え、ここいけんのこれ。どげえ。それいけねえやお前。いけねえやろ。うるかお前てめえ。ちなみにあの時のコナイト釣りしても釣り場か。釣りが切れるボタンか。顔歪みすぎる。わらわら。確かにこれはあったまんな。わらわら。わらわら。地球のように。わらわら。なんでこんなおもろいねや。いや、わからん。ただマリオカートやってたけどな。おもろいよな。わら。楽しみにしてたのに。わら。釣りさせろと。激おこ。リールのそこまで見える、笑。しかも赤子裏を浮かんでる。すげえ興奮できてる、笑。何してんねん。これはきつくなったのな。ちゃんと下手くそ。マリオカートって神でるのか。誰かというのが絶妙だったね、笑。なんと今、本体が…揺れで外れてしまったのではないかと思った。なんか外れたかで、ありがとう、ニンテンドー。ショーゴリクリブドク面白すぎた。ショーゴリクリブドクおもろいぞ。なんか言ってるわ。本配信に映ってたよ。格好も相まってじわる。帽子かぶってるのがショート視感増してておもろい。いやー怒ってる怒ってる。角書き怒ってる。近くに置かないでって言ってる。あいつあいつ逆見れしいだっけ。わらわら角書きさ。わがはいの近くに置かないで。わらわら角書き。わらわらどうなんせいや。ルーターでも蹴っ飛ばしたのか。この後ろでピーピー言ってんのか。これじゃあもう近くに置かないで。わら角書き。遠くから寝ちゃったマジでガキだなあいつ。やっぱちょっとじゃあ5レース耳ぱまでの5レース見ていただいて。ガチのガキです。いやーすごかったですね。ラプラスさんなかなかそっさるんじゃないですか。いやーちょっとありましたね。ありましたね。そうですね。漫才高校からのドリフト覚え始めてちょっと上手くなったけど。ベビーマークベビーマークずっと壁に擦り続けてたね。いやーほらなこれ話せって感じでした。そうなんですよ。マリコレ何これっていうのが一生懸命使ってそれを通されてた2レースだったね。完全に忘れてたっすね。あれちなみになんですけども、第1レース1位が本体番でずっとピー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 言ってた。ずっとピーピー言ってる。はいはい、暑かった。でこいつ裏でもちゃんと書きなよ。あの多分あそこのさ、近くに置かないでって言ってんのはさ、多分もう配信に映ってないと思ってる、配信に載ってないと思ってるはずだから、そうほんまにクソガキ。ちゃんとガキなよな。ディスコードは丁寧やけど。この近所のクソガキ感すごいな。まあ多分普通にシンプルに、マジな話で言うとあいつめっちゃ気にしいやからシンプルにテンパったやろな。多分マジで気にしいやから。あんたね
いやーマジおもろいな、多分ガチ焦ったよな、やばいと思ったよな、テンパってちょっとキスったマジでおもろい、マジでおもろい、テンパってキスる、でもガキなんだろうな、マスコット置かないで、近くに置かないでよ、キスガキ、わら、アフレコ合戦マジ悪かったな、あれあれも悪かった、アフレコ合戦毎年初見のようなプレイが見れる、中で一番真面目らしいってスタッフに言われてる、わらわら、かわいい、わら、いやけど真面目なんじゃない、マジで誘いの連絡とかマジで真面目だったからな、めっちゃ丁寧やったで、あとなんかスタッフとの連絡をディスコードでなんか任天堂のなんか許諾がどうのこうのみたいなやつがあるときに、だからその告知ゲスト告知の方をそのなんか遅れて、まあボドカとか俺とか Q さんとか遅れたやん、遅れてるときにあいつわざわざ俺らに送ってきたから、俺に直接送ってきたからね、そのなんか一旦ケンキさんと他確認取れてないメンバーの方を除き先にゲストの告知の X でさせていただきますみたいな、うん、すごいよな、すいませんみたいな、うん、何も悪ないのによろしくお願いしますみたいな、こんなん絶対チーヒン普通、うん、こんなん普通絶対スタッフに合わせるし 100% 本人で連絡することないから、うん、超真面目なのな。好感度アップ、ちゃんといいやつ、ペコペコつのガキ。いやそれ言わんよ。収入もバレてたし。そう。わらわら。負荷も。しかもあいつ、しかも収入ないやつ全然。真面目なんだな。それは言うなよ。あいつ全然収入ないよね、確かね。なんか。スイッチで配信しすぎて。なんかスイッチで配信しすぎて、でスイッチ収入入れんの忘れてて、そう。低収入らしいな、なんか確か。わらわら、あ、配信してないんか、わら、それで検索で収入ってあったのか、そう。わら、わらわら。いや、多分マジでもらったんじゃない、ほんまに。わらわら、バイトぐらいしてもらったんじゃない、リアルに。わらわら、アホだ、わら。いや、おもろいな。ガチャとかも外してたかな、もったいねえ、わら。グッズとかでもらえるけど、そもそもグッズとかしてなくない、別に。しかも収益効果、ラプラスって。わら、大手なのに、グッズもクソ安いよ、周りと比べたら。サブスクだけだね、あ、そうなんや。ショート動画は稼げないらしい。そうなんか。この間出した。金がないから、わら。この間出してた。あ、グッズ一番出してないや。驚いてたもんな。頃の平均収入。いやー、マジでおもろいな。まあでも低収入って言ったら赤スパしてくれるおじさんがいるや。イカ役。ガチガチの不倫枠。しかも実家に仕送りしてる。いやすぎやろ。あいつ、いやすぎやろ。わらわら。草。絶対。わらわら。良い子すぎる。何それ。いやーすげーなー。いい子すぎんなー。てか2チャンネルかなんかで自分の用語込み書いてたやつってな。あいつな。つながりか。なんでバレたんそれに関しては。それもあいつか。そうだよ。そうだぞ。なんかそれ知ってる、聞いたことだけあったけど、それもあいつなん、あいつなんや、何それ、マジでわらわら、何それ、好きすぎから最高だよな、かわいすぎる、マジでマジでおもろい、わらわら、 IP を配信で映してバレた、あーそうなんや、自演、わらわら、とことんガキやん、いやおもろいなぁ、普通に自分で用語込め売ってた、わら、回転速度自分で用語込め振り返ると可愛い、わら、いや可愛いなぁ、ラプラス吉田は、爪が甘いのが、あいつをもろすぎ、わら、しかも他人の悪口言ってなくて好感度それで上がった、戦っちゃったんすね、アンチと言ってた、流行りしたね、わら、この人も、わら、流行り、いやでもケンキさんはね、変なねやつ多い、現在進行なんか決めてるやつ多い、決めてるやつ変なやつって言うの、廃墟で座ってるやつあるやめろ、最近の変なやつあれも結構その廃墟で真っ暗な一人チャレンジャージャケシャみたいなやつ首を押さえてるやつとかな、首を押さえてるやつ、首を押さえてるやつ、わら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 
首押さえてるって言ったんやね。潜在いじりか。わらわら。わらわら。ハッツ、わら。首押さえてるって多分。一時期みんな首負傷してた時期あったの。廃墟では多分あれやな。怒られてた。ハッツ、わら。ハッツ、みたい。あ、首痛め。肩こりの神話やってたね。これやな。ニュートロニカだね。恥ずかしいけど、これやな。見せてや、わら。うん。これちゃう？ハイプでのやつって。プロゲーマーにありがちなポーズ。わらわら。これちゃうかな？わらわら。わらわら。うん。わらわら。これ。わらわら。わらわら。これや。わらわら。やってるわ。わらわら。いいね。首を押さえてるってのはよくわからんけどな。はい、ちょ。わらわら。かっけえ。わら。うん。わらわら。黒一色やめや。わら。きつう。誰？わらわら。なんか服を売ってたんよね。いや、その服の売る用のやつやってん。これとか、これもそうやな、背景の。首押さえてんのは、これのどっかやな。そう。いや、この服普通にかっこよかったんやな。あとね、あれ、こんなもんやったかな。これマジかっこよかったよ。マジでイケメンじゃん、この頃。普通にイケメンでくさ。寝違えたけ。今やもう。首を押さえてんのはどれやな。首を押さえてたかな、これ。首を押さえてるかのはちょっとわからへんのよな。首を押さえてんのどれ、パフェかな。あーか。これちゃう？これ首を押さえてるやつちゃう？これ。これやろ？これじゃない？けどこれホーゼか。見たことある気がする。これホーゼか。去年の頃のやつ、ヨイちゃんに見せたやつか。出た。わらわら。わらわら。プロゲーマー潜在あるあるじゃないの？わらわら。わらわら。これは履いたそう。かわいいじゃん。わらわら。これ京都のどこやったかな？京都の伏見神社がどっかに行った時のやつやな。これは。わらわら。これかっこよすぎて好き。これはママプリンス、親知らず、歯医者行く、与一がかっこよすぎてひっくり返った。ひっくり返ったってないやつ。この後同じ画角で撮ってたよね。ちゃんとイケメンだから笑えるんだよな。これ誰や、まだ。なんかあったかな。おばさんからも首やろ。与一ちゃんに再現するって言ったのいつやるんですか。緑のアクセサリーがいいですね。首つかむはねえ。感もある。わらわら。ない気はするけど、調べてるけど、首つかむは。これの現在バージョン。ないな。今年もやらないか。現在バージョン欲しい。現在バージョン。明日かどっかにやるわ。プレイヤーと付き合ってそう。やってそうなもんだけどな。流し目系は今日のその T シャツなんなん。パペモン。俺はあのシンジが初めて会った時にくれた俺の T シャツで、これあの昔の俺と昔の俺の写真やな、これ。昔の俺の写真と、あの、今の俺の写真がこう、載ってる T シャツ。キュッ、わらわら、キュッ、わらわら、わらわら、わらわら。これあの、シンジに初めて会った時にシンジがこれを着てきて、これあげるって言ってくれたね。そう、あいつが初めて俺にくれたもんやから、これ俺の、あの、宝物としてんねんけど。そう、今日はこれ着ようと思って。わら、わらわら、潜水やん、あげる、わら。天然温泉がいい味出してる。前後でも比較できる。わらわら。写真そのまま。そう、俺の生きた証。生きた証。そっか。お前の服。に負けてんだよな。時間って残酷ね。まあ、最近遊んでないけどな。うん。お願いだから。最近あいつ忙しそうやからな。お願いだ。場所もダサくなってるのいいね。ちょっと死んでも今最近ノリに乗ってるからちょっと変に誘ったりとかしたら可哀想やん。あいつ自体が頑張ってんだし。まあなんか言うても配信で水もやからそのうちまた落ち着かはったらまた誘おうかなと思ってるけど、今はちょっとちゃうかなと。ノリノリ信じ優しい。あ、また元気は遠慮して。確かに信じすごいよね。今ノリノリ下着に。そう、今はノリに乗ってはるから。いやーけどおもろかったな今日の配信。二人ともすごいぞ。今は4桁普通に出すもんね。何これ。ラプラスってアンチコメの対応に顔の選び使うのおもろいから、イカヤカ。そ、それは。え、どっちどっち。そりゃそう。危ねこれ間違いない。ん
チョコさんどれ断ったのに断ったのに強すぎるからっつって悪いサカッてえ、てかさ、あの人はさ、もう何年もやってんやろ4回目だやろなんで分からへんのしかもさ、これ俺ら全くの酒じゃなくて、一応ゲーム開始前に一回打ち合わせでやってんのよね。1レースだけ1試合だけやってて、その操作方法とか配信ちゃんとできるかとか画面がちゃんと見えるかとか部屋入れるかとか確認で、一応1レースだけやってんのよ俺らその時に一応アクセルの方法とか把握してるはずねんけど、そっからもう一回忘れてもう一回それマジでやばいな。うん、だからあほんまにアホなんやろ。あれれ、おかしいぞ。あ、しかも角書きに操作方法の確認してる。樋口会でも同じなんよな。わら、準備式、ビジネス、この話やめよっか。ホロですぞ、常に初見。いや、やばいなぁ、記憶って。物体は振りに分かった感じはした。ここで下がったやつはやってるよ。カルビ式か、チョコ先、アクセルとブレーキ間違える老人かよ。スタートダッシュは説明がないからね。いやー、俺すごいね。ツイッターで操作方法確認してたぞ。年に1回しかやらないからね。わら、あ、物産。操作ボタンメモしてた。でも人狼得意。あ、じゃあこれはちょっと人狼してる可能性もあるのか。いや、人狼してるとしてもやりすぎやったけどな。本物なんじゃないかな。やっぱり無駄だな。あー面白かった。まあやっぱり俺の今日の一番の疑問はやっぱ絶対に一番最初に右に落ちていくレインボーロードのあのラプラスだな、うん、あれが俺の中の一番の疑惑でしたね本日の。あ、わらわら、あれか、あれは疑惑です。あれは不思議でした。なんで毎回あの右に落ちんやろうなと思いながらね。